こんにちは、朝日だよ。今回の、萌え証の動画なんだけど、マジカルガールズ、トリプル AL のメンバーの名字は、すべて、明石市内の駅名から来ているんだよ。そこで、今回は、明石市にある駅を紹介しながら、メンバーや、サブキャラクターの紹介をしていこうと思います。それでは、早速ですが、行ってみましょう。まずは、JR 神戸線沿線からだよ。明石市内の西端の駅は、土山駅。確かにホームの一部が明石市内に入っていたり、明石市民の利用も多いんだけど、駅自体の所在地は、兵庫県加古郡播磨町野添なんだよ。なので、明石市の JR 神戸線の西端の駅は、次の魚住駅だよ。魚住駅からは、この人。え、誰よ、ナレーションしてる人。絵本、私はエールブルー、魚住サラよ。よくわからないけど、トリプルエールのツッコミ役になっているわね。サラさん、ありがとうございました。次、行ってみましょう。え、もう終わり？限られた時間しかないんだよ。もう、行くね。そうなら、仕方がないわね。魚住駅の次は、大久保駅、だよ。大久保駅は、いや、ボスは大久保花壇です。ちょっと、お兄ちゃん、いきなり割り込まないでくださいよ。いいじゃないか。ここ最近、出番がないし、もう、忘れられてると思うからね。そんなのいいんですの。私はエールレッド、大久保ルルです。こう見えても、トリプルエールのリーダーなんですよ。ルルさんとカダンさんは、ご兄弟なんですよね。はい、これからも僕、大久保カダンをよろしくお願いします。だから、割り込まないでくださいって、言ってるんですよ。仲のいい兄弟を後にして、次、行ってみましょう。まだ喋り足らないですよ。ごめんなさい、尺が足らなくなるから。そんな、次の駅は西明石駅。新幹線との乗り換え駅で、知名度も高いから、この駅での設定はないんだよ。そして次は明石駅。もう説明不要だよね。だからこの駅での設定もないんだよ。さらに次の駅は、朝霧駅。明石市内の JR 神戸線の駅は、この駅が東端に当たるんだよ。で、この駅はこの人。みんなー、エールイエロー、朝霧みんなだよ。みんなは、明石市内のグルメを。はいはい、おしゃべりはここまでだよ。そんなー、冷たいの。尺の問題、もう、いいかしら。シスターなんですよ。ご飯にうるさい妹だけど、こんな妹をこれからも仲良くしてあげてくださいね。ミカさんは年齢不詳ってこととなってるけど、確か20。シャラーップ、これ以上は言わないの、いいわね。はい、承知しました。さて、明石市内の鉄道路線は、 JR 神戸線ともう一つ、山陽電鉄が走っているよ。今度は、山陽電鉄沿線を、西に向けて行ってみましょう。まずは、大蔵谷駅。と、言いたいところですが、わけあって、隣の人丸前駅からだよ。人丸前駅は、この人。7は、ALTC。さんのペースにはまると、尺がいくらあっても足りなかったよ。あ、まだ喋りた。ごめんね、もう行かなきゃ。で、え、こらこら、まだ私の紹介を忘れていないかい。大蔵谷駅を探しておいて。それはないよ。おっと、私はエールバーミュー
こだけの話だけど、私は朝霧みなちゃんと107ちゃんが融合してできたキャラクターなんだ。だからトリプルエールのメンバーじゃないの。で、みんなに聞こえてるんだけど、まあいっか。107駅の次は三陽明石駅。ここの説明不要だね。次行ってみようか。次は西新町駅。この駅はこの人。あら、大人になってるのね。気分はどうかしら。マチコさん、それは秘密だよ。あ、私は西新マチコよ。まだ言えないけど、あなたたちについていろいろ調べてるわ。と、謎の多いマチコさんの次は林崎松江海岸駅だよ。この駅はこの人。毎度うちは林崎松江よ。で、ちのりんの親友なんやけど、出番が少ないから知らん人も多いやろな。まあサブキャラらしく七口じゃないけど、ゆっくりまったりとしとくさかい、名前だけでも覚えてってな。あ、ありがとう。あ、私ちょっと用事を思い出しちゃった。松江さん、この後よろしく。ちょっと、うちがやるの？そんなの聞いてへんがな。もうおらへんようなってもかな。しゃあない、次行くで。次はとせや藤江駅やな。藤江駅はこの小屋で。よかった、間に合って。あ、私はエールブラック藤江茜だよ。兄の藤江翔吾だ。今回の動画で兄さんが初めて喋ったんだよ。まあ立ちの花壇ばかり目立たれても困るしな。そう、兄さんはルル姉さんのお兄さんである、大久保花壇さんのお友達でもあるんだよ。それと次に紹介する中槍。おい、これ以上言うな、誤解されるだろうが。ほな次行こか。すぐ追いつくって言ってたから。そうか、わかったね。次は中槍駅。うちの親友中槍ちのりんの登場やで。そないに大げさにせんでもええやないの。ハロー、うちはエールグリーン中槍ちのやで。松江ちゃんとは親友なんや。お任せだよ、あとは私がやるから。松江さん、ありがとね。お役ごめんやな。ちのりん、4ロール明石のフードコートで、なんか食べに行こうや。せめな、マクロでも行こか。ほな、うちは花丸うどんでから福井くれ。中槍駅の次は、えいだしま駅。この駅はこの人。やっほー。僕は、えいだしまことだよ。行ってるけど、かなりの距離だよね。うん、どこかのキャラが言ってるように。今度ダメ。いや、知ってる人って長官さんぐらいの年齢からじゃないと。それとロードワークの続きだから、またね。あ、うん。ちなみに誠さんはルルさんとお友達なんだよ。さて、次は西江ヶ島駅だけど、江ヶ島の西ってことで、キャラはいないから。その次の三陽魚住駅だよ。この駅はこの人。おいとら、このわしを差し置いて、いつまで待たせるんだ。わっ、いきなり高圧的な人だよね。黙れ、わしは魚住ボタン。一応、魚住サラのいとことなっているがな。このわしの名前は、三陽魚住駅最寄りの薬師院ボタン寺からだ。意外なことにわしのファンも何人かいるみたいで光栄だぞ。そうなんだ。じゃあもう行くね。おい、あれだけ待たせておいてもう終わりか。貴様、ただでは済まさんぞ。わ、もう尺が残ってないよ。でも
これが最後、明石市内の山陽電鉄の西端の駅、東二見駅と西二見駅。この駅はこの人。ボス、俺は、エールバイオレット、二見リオだぜ。って、誰だよあんた。なあ、あんてね。え、何のことかな？バレバレだっつーの。大人になったからって、基本的な容姿は変わってねえからな。信用にしろ、あかね。ちょっと、何言ってるか、わかんないよ。もう、今日があかねになってるぜ。え、そんな、だっ。あ、あれ、元に戻っちゃったの。やっぱりな。多分、みんな知ってると思うぜ。はい、あかねさん、お疲れ様でした。言ってやろうかって思ったけど、なんとか我慢できたわね。みんなも、言わないよ。お口にチャックしてたの。せやな、あかねっちの紹介で、松江ちゃんを突っ込んだのはなかなかやったけどな。紹介でしたが、今回サブキャラの皆さんにも喋ってもらいました。サブキャラの皆さんはあまり出番がありませんが、時々 Twitter や動画で出てきますので、忘れずに覚えていただけると幸いですよ。ということで、今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、マジカルガールズ。